18アミノが大気島で再開。あはは。お知らせでーす。あのヴィレッジヴァンガード、ヴィレバンオンラインにて赤堀くんグッズが発売開始となります。いろいろ勢ぞろい。今回のグッズ紹介は T シャツ。白と黒の2色展開でサイズ展開も豊富です。キッズサイズは110と130。その他 SMLXL のサイズが白黒両方ともあります。親子お揃いの T シャツでフォートナイトプレイなんていかがでしょうか。受注期間は8月18日から9月4日の日曜日まで。この期間しか購入することができませんので、買おうと思ってくれる方は是非ご注文お願いいたします。オンラインのみの販売となりますのでご注意ください。詳しくはこの動画の概要欄にビレバンオンラインストアのサイト URL を貼っています。今すぐ全てのグッズをチェックしてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。以上、お知らせでした。いつもご視聴いただきありがとうございます。赤堀です。さあ、今回も面白かったらぜひ高評価お願いします。お願いします。さあ、それでは参りましょう。検証スタートです。さあ、レインボーロイヤル期間で空に虹とオーロラが出現。まあ若干見づらいって意見もあるみたいですが、綺麗な演出。とうとうセブンたちが全員行方不明に。サイエンティスト、オリジン、そしてパラダイムもいなくなった。セブンたちは一体どこへ行ったんでしょうか。一方、IO 側の NPC パンサーの項目で挑戦ができるようになった。勝てば紫オートショットガンと紫サブマがもらえる。さあ、保管庫から戻ったアイテムいきましょう。まずはシールドバブル。投げると守ってくれるバリアが発生。これがだいたい20秒間続く。さあ、ガラクタ裂け目は当たるのか。結果は効かない。グラップルはくっつくのか。これなんかおかしいのが、バリアに張り付かず後ろに引っ張られる。もしかしたらバリアに跳ね返されてるのかもしれません。カメハメハは貫通するのか。貫通する。まあ、これは公式のパッチノートにも書いてましたね。そしてバブルは以前と同じく車にも貼り付けができる。20秒車を守ってくれるので結構これ重要。高評価した？あ、忘れてた。高評価お願いします。続いてシャドーボムいきましょう。使うとシャドウ状態がだいたい7秒間続く。これ壁を登れるけどすり抜けはできない。さあ視覚化表示は出るのか。視覚化表示は出る。サイレンサー武器いきましょう。まずは白サブマサイレンサー。体が20、頭が35。サイレンサーの中で一番レアリティが高い青サイレンサー。体が22、頭が38。続いて青のアサルトサイレンサー。体が30、頭が45。あ、次は紫アサルトサイレンサー。体が32、頭が48。続いて金アサルト。体が33、頭が49。サイレンサーっていうくらいなので、普通のアサルトと視覚化表示される距離は違うのか調べてみる。今これ目安が 100m。普通アサルトは表示があるが、サイレンサーアサルトは表示なし。これ調べてみると、だいたい 45m 以内からサイレンサーは視覚化表示が出る。さすがサイレンサー。どれくらいで聞こえるのかっていうのは音のボリュームにもよるのでやめておきます。クリエだと前からできたんじゃないの？クリエ内のプレイだとできたんだけど、スマホを持った状態でもできるようになったんだ。どうやるの？スマホを持った状態で、オプション、エディターカメラを外部じゃない方へ。これにすればいいんだね。これで一人称。いろんなエモートがアップで見れるよ。面白いね。スイッチもできるからやってみてね。やってみよう。もう一丁いくよ。どういうこと？レートゲームアリーナやろうと思ったら大気島に取り残されたの。なんだそれ、イヒヒヒ。古橋アリーナが大吉まで開催。あはは。ダウン。プクプクプク。やれ。ひひひひ。格殺もあるんだ。脅すもできるみたい。大吉島の上で湧くのか。あははは。前回の動画でいただいたスーパーサンクスです。500円、ほとな神ゲーさん、いつもありがとうございます。250円、ワニザブローさん、スパゴリ研究、ありがとうございます。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。こんな検証してほしいがありましたら、コメント欄または他の人に見られたくないって人は、概要欄のコメントフォームからお願いします。以上、赤ゴリでした。バイバイ。おつごり。おつごり。今日は何するの？アプデ前なんだけど、神ハウスの自販機、ジャグキャノンが絶対に出るかもってリクエスト。へえ、そうなの？行くよ。お、出た。出たねー。これを何回か調べてみる。なかったね。でもエキゾチックは出たね。本当だ、シャドウトラッカー出てるね。エキゾチックが確定なのかな。確定じゃないみたいだね。リボルバー多いね。よし、このままガチャ自販機縛りやってみる。無理だろう。回復は他でゲットしてもいいからリボルバー縛りみたいな感じだね。なるほどなるほど。敵いるね。上にいるのかな。あ、いるすさま。ナイス。ギリギリだ。敵残り7人。っていうか、ここまで何してたの？静かにしてたの。芋ってたんだ。静かにしてたの。トラックの後ろ入ったね。ナイス。怖えー。6158、いいよ。埋めるぜ。555。あーやばい。やっぱむずいです。縛り系は上手い人がやる方がいいね。以上、赤ゴリでした。お、すごい。